どうしてももうとても生きておられないような心細さ。これがあの不安とかいう感情なのであろうか。胸に苦しい波が打ち寄せ、それはちょうど夕立が済んだ後の空を慌ただしく白雲が次々と走って走りすぎていくように、私の心臓を締め付けたり緩めたり、私の脈は撤退して呼吸が希薄になり、 目の先がもやもやと暗くなって全身の力が手の指の先からふっと抜けてしまう心地がして編み物を続けていくことができなくなったこの頃は雨が陰気に降り続いて何をするにも物薄くて今日はお座敷の縁側に灯椅子を持ち出し今年の春に一度編みかけてそのままにしていたセーターをまた編み続けてみる気になったのである。 淡いボタン色のぼやけたような毛糸で、私はそれにコバルトブルーの糸を足してセーターにするつもりなのだ。そしてこの淡いボタン色の毛糸は、今からもう二十年も前、私がまだ初等科に通っていた頃、お母様がこれで私の首巻きを編んでくださった毛糸だった。その首巻きの端が頭巾になっていて、私はそれをかぶって鏡を覗いたら、子鬼のようであった。 それに色が、他の学友の襟巻きの色とまるで違っているので、私は嫌で嫌でしようがなかった。関西の多額納税の学友が、いい襟巻きしてなはるなと大人びた口調で褒めてくださったが、私はいよいよ恥ずかしくなって、もうそれからは一度もこの襟巻きをしたことがなく、長いこと打ち捨ててあったのだ。それを今年の春、私造品の復活とやらいう意味で、 解きほぐして私のセーターにしようと思って取りかかってみたのだがどうもこのぼやけたような色合いが気に入らずまた打ち捨て今日はあまりに所在ないままふと取り出してノロノロと編み続けてみたのだけれども編んでいるうちに私はこの淡いボタン色の毛糸と灰色の雨空と一つに溶け合って何とも言えないくらい柔らかくてマイルドな色調を作り出していることに気がついた。 私は知らなかったのだコスチュームは空の色との調和を考えなければならぬものだという大事なことを知らなかったのだ調和ってなんて美しくて素晴らしいことなんだろうといささか驚き呆然とした形だった灰色の雨空と淡いボタン色の毛糸とその二つを組み合わせると両方が同時に生き生きしてくるから不思議である 手にに持っっている毛糸が急にほかかり暖かく冷たい山空もビロードみたいに柔らかく感じられるそしてモネの霧の中の寺院の絵を思い出させる私はこの毛糸の色によって初めてグーというものを知らされたような気がした良い好みそしてお母様は冬の雪空に この淡いボタン色がどんなに美しく調和するか、ちゃんと知っていらして、わざわざ選んでくださったのに、私は馬鹿で嫌がって、けれども、それを子供の私に強制しようともなさらず、私の好きなようにさせておかれたお母様。私がこの色の美しさを本当にわかるまで、二十年間もこの色について一言も説明なさらず、黙って、そ知らぬふりして待っていらしたお母様。しみじみ。 いいお母様だと思うと同時にこんないいお母様を私と直司と2人でいじめて困らせ弱らせ今に死なせてしまうのではなかろうかとふっとたまらない恐怖と心配の雲が胸に湧いてあれこれ思いを巡らせば巡らすほど前途にとても恐ろしい悪いことばかり予想せられもうとても生きておられないくらいに不安になり指先の力も抜けて網棒を膝に置き大きいため息をついて顔を仰向け 目をつぶって「お母様」と思わず言ったお母様はお座敷の隅の机に寄りかかってご本を読んでいらしたのだが「はい?」と不審そうに返事をなさった私は孫つきそれからことさらに大声で「とうとうバラが咲きましたお母様ご存知だった私は今気がついたとうとう咲いたわ」 お座敷のののすぐ前のバラそれは和田のおじさまが昔フランスだかイギリスだかちょっと忘れたけれどとにかく遠いところからお持ち帰りになったバラで23ヶ月前におじさまがこの山荘の庭に移し植えてくださったバラである今朝それがやっと一つ咲いたのを私はちゃんと知っていたのだけれど照れ隠しにたった今気づいたみたいに大げさに騒いで見せたのである 花は濃い紫色で凛としたおごりと強さがあった「知っていました」とお母様は静かにおっしゃって「あなたにはそんなことがとても重大らしいのね」「そうかもしれないわかわいそう?」いいえあなたにはそういうところがあるって言っただけなの。 お勝手のマッチ箱にルナールの絵を貼ったりお人形のハンカチーフを作ってみたりそういうことが好きなのねそれにお庭のバラのことだってあなたの言うことを聞いてると生きている人のことを言ってるみたい子供がないからよ自分でも全く思いがけなかった言葉が口から出た言ってしまってハッとして間の悪い思いで膝の編み物をいじっていたら 29だからなそうおっしゃる男の人の声が電話で聞くようなくすぐったいバスではっきり聞こえたような気がして私は恥ずかしさで頬が焼けるみたいに熱くなったお母様は何もおっしゃらずまたご本をお読みになるお母様はこの間からガーゼのマスクをおかけになっていらしてそのせいかこの頃めっきり無口になった そのマスクはおじの言いつけに従っておかけになっているのである。直司は10日ほど前に南方の島から青黒い顔になって帰ってきたのだ。何の前触れもなく夏の夕暮れ、裏の木戸から庭へ入ってきて、わわひでえ、趣味の悪い家だ。来々軒、シューマイありますと張り札しろよ。それが 私と初めて顔を合わせた時の直司の挨拶であったその23日前からお母様は舌を病んで寝ていらした舌の先が外見は何の変わりもないのに動かすと痛くてならぬとおっしゃってお食事も薄いお粥だけでお医者様に見ていただいたらと言っても首を振って笑われますと苦笑いしながらおっしゃる ルルゴールを塗ってあげたけれども少しも効き目がないようで私は妙にイライラしていたそこへ直司が帰還してきたのだ直司はお母様の枕元に座って「ただいま」と言ってお辞儀をしすぐに立ち上がって小さい家の中をあちこちと見て回り私がその後をついて歩いて「どうお母様は変わった変わった変わったやつれてしまった早く死にゃいいんだ こんんんなな世の中にママなんてててとも生きていけやしねえんだあんまり惨めで見ちゃおれねえ。私は「ゲビてきた男が23人もあるような顔をして嫌がる酒は今夜は飲むぜ」。私はこの部落でたった1軒の宿屋へ行って女将さんのおさきさんに弟が帰還したからお酒を少し分けてくださいと頼んでみたけれどもおさきさんは お酒はあいにく今切らしていますというので帰って直司にそう伝えたら直司は見たこともない他人のような表情の顔になって「チェ交渉が下手だからそうなんだ」と言い私から宿屋のある場所を聞いて庭下駄を突っかけて外に飛び出しそれっきりいくら待っても家へ帰ってこなかった「私は直司の好きだった焼きりんごとそれから卵のお料理などこしらえて食堂の電球も明るいのと取り替え随分待って」 そのうちにおきさんがお勝手口からひょいっと顔を出し「もしもし大丈夫でしょうか焼酎を召し上がっているのですけど」とレイの恋の目のようなまん丸い目をさらに強く見張って一大事のように低い声で言うのである「焼酎ってあのメチルいいえメチルじゃありませんけど飲んでも病気にならないのでしょうええでも飲ませてやってください」 おさきさきんは椿を飲み込むようにしてうなずいて帰っていった私はお母様のところへ行っておさきさんのところで飲んでいるんですってと申し上げたらお母様は少しお口を曲げてお笑いになってそう破片の方はよしたのかしらあなたはご飯を済ませなさいそれから今夜は3人でこの部屋にお休み直司のお布団を真ん中にして 私は泣きたいような気持ちになった夜更けて直司は荒い足音をさせて帰ってきた私たちはお座敷に3人一つの蚊帳に入って寝た「南方のお話をお母様に聞かせてあげたら?」と私が寝ながら言うと「何もない何もない忘れてしまった日本に着いて汽車に乗って汽車の窓から水田が素晴らしくきれいに見えた」 それだけだ。け電気を消せよ眠られやしねえ私は電灯を消した夏の月光が洪水のように蚊帳の中に満ちあふれたあくる朝直司は寝床に腹ばいになってタバコを吸いながら遠く海の方を眺めて舌が痛いんですって と初めてお母様のお加減の悪いのに気がついたみたいな風の口の聞き方をしたお母様はただかすかに大笑いになった「そいつはきっと心理的なものなんだ夜口を開いてお休みになるんでしょだらしがないマスクをなさいガーゼにリバノール液でも浸してそれをマスクの中に入れておくといい私はそれを聞いて吹き出し「それは何療法」って言うの 美学療法って言うんだでもお母様はマスクなんかきっとお嫌いよお母様はマスクに限らず眼帯でも眼鏡でもお顔にそんなものをつけることは大嫌いだったはずであるねえお母様マスクをなさると私がお尋ねしたらいたしますと真面目に低くお答えになったので私はハッとした直司の言うことなら 何でも信じてて従おうと思っっいいららししゃるらしい「私が朝食の後にさっき直司が言った通りにガーゼにリバノール液を浸しなどしてマスクを作りお母様のところに持っていったらお母様は黙って受け取りお休みになったままでマスクの紐を両方のお耳に素直におかけになりその様が本当にもう幼い道女のようで私には悲しく思われた」。 お昼過ぎに直ジは東京のお友達や文学の方の師匠さんなどに会わなければならぬと言って背広に着替えお母様から2,000円もらって東京へ出かけて行ってしまったそれっきりもう10日近くなるのだけれども直ジは帰ってこないのだそうしてお母様は毎日マスクをなさって直ジを待っていらっしゃるリバノールっていい薬なのねこのマスクをかけていると 舌の痛みが消えてしまうのですよ」と笑いながらおっしゃったけれども私にはお母様が嘘をついていらっしゃるように思われてならないのだ「もう大丈夫」とおっしゃって今は起きていらっしゃるけれども食欲はやっぱりあまりないご様子だし口数もめっきり少なくとても私は気がかりで「なおはまあ東京で何をしているのだろう」あの小説家の上原さんなんかと一緒に東京中を遊び回って 東京の狂気の渦に巻き込まれているのに違いないと思えば思うほど苦しく辛くなりお母様に出し抜けにバラのことなど報告してそうして子供がないからよなんて自分にも思いがけなかった変なことを口走っていよいよ行けなくなるばかりで「あっ!」と言って立ち上がりさてどこへも行くところがなく身一つを持て余してふらふら階段を上って行って2階の洋間に入ってみた。 ここは今度直司の部屋になるはずで45日前に私がお母様と相談して下の農家の中井さんにお手伝いを頼み直司の洋服ダンスや机や本箱また蔵書やノートブックなどいっぱい詰まった木の箱5つ6つとにかく昔西片町のお家の直司のお部屋にあったもの全部をここに持ち運び今に直司が東京から帰ってきたら直司の好きな位置にタンス本箱などそれぞれ据えることにして。 それまではただ雑然とここに置き話しにしていた方がよさそうに思われたのでもう足の踏み場もないくらいに部屋をいっぱい散らかしたままで私は何気なく足元の木の箱から直司のノートブックを一冊取り上げてみたらそのノートブックの表紙には「夕顔日誌」と書き記されその中には次のようなことがいっぱい書き散らされていたのである。直があの 麻薬中毒で苦しんでいた頃の手記のようであった焼け死ぬる思い苦しくとも苦しと一言半句叫びえぬ古来未曾有人の世始まって以来前例もなき底知れぬ地獄の気配をごまかしなさんな思想嘘だ主義嘘だ理想嘘だ秩序嘘だ誠実真理純粋皆嘘だ 牛島の富士は樹齢千年、湯屋の富士は数百年と唱えられ、その下水のごときも前者で最長9尺、後者で5尺余りと聞いて、ただその下水にのみ心が躍る。あれも人の子、生きている。論理は所詮論理への愛である、生きている人間への愛ではない。金と女 論理は,はにかみ、みさと歩み去る。歴史哲学教育宗教法律政治経済社会そんな学問なんかより一人の乙女の微笑が尊いというファースト博士の勇敢なる実証学問とは虚栄の別名である人間が人間でなくなろうとする努力であるゲーテにだって誓って言える 僕はどんなにでもうまく書けます一辺の構成誤たず適度の滑稽読者の目の裏を焼く悲哀もしくは祝膳いわゆる襟を正さしめ完璧のお小説朗朗音読すればこれすなわちスクリーンの説明か恥ずかしくって書けるかっていうんだ土台そんな傑作意識がケチくさいというんだ小説を読んで襟を正すなんて狂人の所作である。 そんならいっそ羽織袴で背にゃなるまい良い作品ほど取りすましていないように見えるのだがな。僕は友人の心から楽しそうな笑顔を見たいばかりに、一っの小説わざとしくじって、下手くそに書いて、尻もちついて頭かきかき逃げていく。ああその時の友人の嬉しそうな顔ったら。文至らず、人至らぬ風情、おもちゃのラッパーを吹いてお聞かせ申し、 ここに日本一の馬鹿がいます。あなたはまだいい方ですよ。健在なれ。と願う愛情は、これは一体何でしょう。友人下り顔にて、あれがあいつの悪い癖、惜しいものだと五十回。愛されていることをご存じない。不良でない人間があるだろうか。味気ない思い。金が欲しい。さもなくば、眠りながらの自然死 薬屋に千円近き借金あり今日七夜の番頭をこっそり家へ連れてきて僕の部屋へ通して何かこの部屋にめぼしい七草ありやあるなら持っていけ下級に金がいると申せしに番頭ろくに部屋の中を見もせずおよしなさいあなたのお道具でもないのにと抜かしたよろしいそれならば僕が今まで僕のお小遣い線で買った品物だけ持っていけ と異性よく言ってかき集めたガラクタ七草の四角ある代物一つもなしまず片手の石膏像これはヴィーナスの右手ダリアの花にも似た片手真っ白い片手それがただ台状に載っているのだ。 けれどもこれをよく見るとこれはヴィーナスがその全裸を男に見られてアナやの驚き眼臭旋風羅針無残薄くれない残りくまなき閣下のほてり体をよじってこの手つきそのようなヴィーナスの息も止まるほどの羅針の恥じらいが指先に指紋もなく手のひらに一本の手筋もない純白のこの華奢な右手によってこちらの胸も苦しくなるくらいに哀れに表情をせられているのがわかるはずだ。 けれどもこれは所詮非実用のガラクタ「番頭50銭と寝踏みせり」。その他パリ近郊の大地図直径1尺に近きセルロイドのコマ糸よりも細く字のかける特製のペン先いずれも掘り出し物のつもりで買った品物ばかりなのだが番頭笑って「もうおいとまいたします」という「待て」と制して結局また本を山ほど番頭に背負わせて。 金5円なりを受け取る「僕の本棚の本はほとんど廉価の文庫本のみにしてしかも古本屋から仕入れし物なるによって七の根もおのずからこのように安いのである」「千円の借銭を解決せんとして五円なり世の中における僕の実力おおよそ格のごとし笑い事ではない」「デカダン しししかしこうでもななければ生きておれないんだよそんなことを言って僕を非難する人よりは死ねと言ってくれる人の方がありがたいさっぱりするけれども人はめったに死ねとは言わないものだケチくさく用心深い偽善者どもよ正義いわゆる階級闘争の本質はそんなところにありはせぬ人道冗談じゃない僕は知っているよ 自分たちの幸福のために相手を倒すことだ殺すことだ死ねという宣告でなかったらなんだごまかしちゃいけねえしかし僕たちの階級にもろくなやつがいない白地幽霊主戦土狂犬ほら吹きございまする雲の上から小弁死ねという言葉を与えるのさえもったいない戦争日本の戦争はやけくそだ やけくそに巻き込まれて死ぬのは嫌一,層一人で死にたいわい。わ人間は嘘をつく時には必ず真面目な顔をしているものであるこの頃の指導者たちのあの真面目さプッ人から尊敬されようと思わぬ人たちと遊びたいけれどもそんないい人たちは僕と遊んでくれやしない。 僕が早熟を装って見せたら、人々は僕を早熟だと噂した。僕が怠け者のふりをして見せたら、人々は僕を怠け者だと噂した。僕が小説を書けないふりをしたら、人々は僕を書けないのだと噂した。僕が嘘つきのふりをしたら、人々は僕を嘘つきだと噂した。僕が金持ちのふりをしたら、人々は僕を金持ちだと噂した。 僕が冷淡を装ってみせたら人々は僕を冷淡なやつだと噂したけれども僕が本当に苦しくて思わずうめいた時人々は僕を苦しいふりを装っていると噂したどうも食い違う結局自殺するより他しようがないのじゃないかこのように苦しんでもただ自殺で終わるだけなのだと思ったら 声を放って泣いてしまった春の朝二三輪の花の咲きほころびた梅の枝に朝日が当たってその枝にハイデルベルヒの若い学生がほっそりとくびれて死んでいたという「ママ僕を叱ってください」「どういう具合に?」「弱虫」 そう弱虫、もういいでしょママには無類の良さがあるママを思うと泣きたくなるママへお詫びのためにも死ぬんだお許しください今一度だけお許しください年々や 飯のままに鶴の雛、な育ちゆくらし哀れ太るも元旦試作モルヒネアトロモールナルコポンパントポンパピナールパンオピンアトロピンプライドとは何だプライドとは人間はいや男は俺は優れている俺にはいいところがあるんだなどと思わずに生きていくことができぬものか人を嫌い 人に嫌われる知恵比べ厳粛イコールアホ感とにかくね生きているのだからねインチキをやっているに違いないのさある釈返申し込みの手紙お返事をお返事をくださいそうしてそれが必ず解放であるように 僕はさまざまな屈辱を思い設けて一人でうめいています。芝居をしているのではありません。絶対にそうではありません。お願いいたします。僕は恥ずかしさのために死にそうです。誇張ではないのです。毎日毎日お返事を待って夜も昼もガタガタ震えているのです。僕に砂をかませないで。壁から忍び笑いの声が聞こえてきて深夜床の中で転々しているのです。 僕を恥ずかしい目に遭わせないで。姉さんそこまで読んで私はその夕顔日誌を閉じ木の箱に返してそれから窓の方に歩いていき窓をいっぱいに開いて白い雨に煙っているお庭を見下ろしながらあの頃のことを考えた「もうあれから6年になる」「直字のこの麻薬中毒が 私の離婚の原因になった。いいえ、そう言ってはいけない。私の離婚は、直司の麻薬中毒がなくっても、別な何かのきっかけでいつかは行われているように、そのように、私の生まれた時から定まっていたことみたいな気もする。直司は薬屋への支払いに困って、しばしば私にお金をねだった。私は山木へ嫁いだばかりで、お金などそんなに自由になるわけはなし。 また嫁ぎ先のお金を里の弟へこっそり融通してやるなど大変具合の悪いことのようにも思われたので里から私に付き添ってきたばあやのお関さんと相談して私の腕輪や首飾りやドレスを売った弟は私に「お金をください」という手紙をよこしてそうして今は苦しくて恥ずかしくて姉上と顔を合わせることも ままた電話で話ででることとさえとてもできませんから、お金はお席に言いつけて京橋のバツ町バッチョメの蚊帳のアパートに住んでいる姉上も名前だけはご存知のはずの小説家上原二郎さんのところに届けさせるよう上原さんは悪徳の人のように世の中から評判されているが決してそんな人ではないから安心してお金を上原さんのところへ届けてやってください。 そうすると上原さんがすぐに僕に電話で知らせることになっているのですから必ずそのようにお願いします僕は今度の中毒をママにだけは気づかれたくないのですママの知らぬうちに何とかしてこの中毒を治してしまうつもりなのです僕は今度姉上からお金をもらったらそれでもって薬屋への借りを全部支払ってそれから塩原の別荘へでも行って健康な体になって帰ってくるつもりなのです本当です 薬屋の借りを全部済ましたらもう僕はその日から麻薬を用いることはぴったりよすつもりです神様に誓います信じてくださいママには内緒にお席を使って蚊帳のアパートの上原さんに頼みますというようなことがその手紙に書かれていて私はその指図通りにお席さんにお金を持たせてこっそり上原さんのアパートに届けさせたものだが弟の手紙の誓いはいつも嘘で 塩原の別荘にも行かず薬品中毒はいよいよひどくなるばかりの様子でお金をねだる手紙の文章も悲鳴に近い苦しげな調子で今度こそ薬をやめると顔を背けたいくらいのあいせつな誓いをするのでまた嘘かもしれぬと思いながらもついまたブローチなどをお関さんに売らせてそのお金を上原さんのアパートに届けさせるのだった上原さんってどんな方 小柄で顔色の悪い、無愛想な人でございます。と関さんは答える。でも、アパートにいらっしゃることはめったにございませぬです。大抵、奥さんと6、六つ七つの女のお子さんとお二人がいらっしゃるだけでございます。この奥さんはそんなにおきれいでもございませぬけれども、お優しくってよくできたお方のようでございます。あの奥さんになら、安心してお金を預けることができます。 その頃の私は今の私に比べていいえ比べ物にも何もならぬくらいまるで違った人みたいにぼんやりののんきものではあったがそれでもさすがに次々と続いてしかも次第に多額のお金をねだられてたまらなく心配になり一日お能からの帰り自動車を銀座で返してそれから一人で歩いて京橋の茅やのアパートを訪ねた。上原さんは お部屋で一人新聞を読んでいらした島の合わせにコン水のお羽織を召していらしてお年寄りのようなお若いような今まで見たこともない奇獣のような変な初印象を私は受け取った女房は今子供と一緒に廃棄物を取りに少し鼻声で途切れ途切れにそうおっしゃる 私を奥さんのお友達とでも思い違い違ししたたらしかった私が直司の姉だということを申し上げたら上原さんはふんと笑った私はなぜだかひやりとした「出ましょうか」そう言ってもう二重回しを引っ掛け下駄箱から新しい下駄を取り出してお履きになりさっさとアパートの廊下を先に立って歩かれた。 外は初冬の夕暮れ風が冷たかった隅田川から吹いてくる川風のような感じであった上原さんはその川風に逆らうように少し右肩を上げて築地の方に黙って歩いて行かれる私は小走りに走りながらその後を追った東京劇場の裏手のビルの地下室に入った四国組の客が 20畳くらいの細長いお部屋でそれぞれ拓を挟んでひっそりお酒を飲んでいた上原さんはコップでお酒をお飲みになったそうして私にも別なコップを取り寄せてくだすってお酒を勧めた私はそのコップで2杯飲んだけれども何ともなかった上原さんはお酒を飲みタバコを吸いそうしていつまでも黙っていた 私も黙っていた。私はこんなところへ来たのは生まれて初めてのことであったけれどもとても落ち着き気分が良かったお酒でも飲むといいんだけどえいいえ弟さんアルコールの方に転換するといいんですよ僕も昔麻薬中毒になったことがあってねあれは人が薄気味悪がってね アルコールだって同じようなものなんだがアルコールの方は人は案外許すんだ弟さんを酒飲みにしちゃいましょういいでしょ私一度お酒飲みを見たことがありますわ新年に私が出かけようとした時うちの運転手の知り合いの者が自動車の助手席で鬼のような真っ赤な顔をしてグーグー大いびきで眠っていましたの私が驚いて叫んだら運転手が「 これはお酒飲みでしようがないんですと言って自動車から降ろして肩に担いでどこかへ連れて行きましたの骨がないみたいにぐったりしてなんだかそれでもブツブツ言っていて私あの時初めてお酒飲みってものを見たのですけど面白かったわ僕だって酒飲みですあらだって違うんでしょあなただって酒飲みですそんなことはありませんわ 私はお酒飲みを見たことがあるんですもの、まるで違いますわ。上原さんは初めて楽しそうにお笑いになって、それでは弟さんも酒飲みにはなれないかもしれませんが、とにかく酒を飲む人になった方がいい。帰りましょう。遅くなると困るんでしょ。いいえ、構わないんですの。いや、実はこっちが窮屈でいけねえんだ。姉さん、会計 うんと高いのでしょうか少しなら私持っているんですけどそうそんなら会計はあなただ足りないかもしれませんわ私はバッグの中を見てお金がいくらあるかを上原さんに教えたそれだけあればもう23軒飲めるバカにしてやがる上原さんは顔をしかめておっしゃってそれから笑ったどこかへ ままたのみにおにおいでなりますか「とお尋ねしたら真面目に首を振って「いやもうたくさんタクシーを拾ってあげますからお帰りなさい」私たちは地下室の暗い階段を上っていった一歩先に上っていく上原さんが階段の中ごろでくるりとこちら向きになり素早く私にキスをした私は唇を固く閉じたままそれを受けた。 別に何も上原さんを好きでなかったのに、それでもその時から私にあの姫とができてしまったのだ。カタカタカタッと上原さんは走って階段を上がっていって、私は不思議な透明な気分でゆっくり上がって、外へ出たら川風が頬にとても気持ちよかった。上原さんにタクシーを拾っていただいて私たちは黙って別れた。 車に揺られながら私は世間が急に海のように広くなったような気持ちがした私には恋人があるのある日私は夫からお小言を頂い,いて寂しくなってふっとそう言った知っています細田でしょどうしても思い切ることができないのですか私は黙っていた その問題が何か気まずいことの起こる旅ごとに私たち夫婦の間に持ち出されるようになった。もうこれはダメなんだと私は思った。ドレスの生地を間違って裁断した時みたいにもうその生地は縫い合わせることもできず全部捨ててまた別の新しい生地の裁断に取りかからなければならぬ。まさかそのお腹の子は。とある夜、 夫に言われた時には私はあまり恐ろしくてガタガタ震えた今思うと私も夫も若かったのだ私は恋も知らなかった愛さえわからなかった私は細田様のお書きになる絵に夢中になってあんなお方の奥様になったらどんなにまあ美しい日常生活を営むことができるでしょう あんな良い趣味のお方と結婚するのでなければ結婚なんて無意味だわと私は誰にでも言いふらしていたのでそのためにみんなに誤解されてそれでも私は恋も愛も分からず平気で細田様を好きだということを公言し取り消そうともしなかったので変にもつれてその頃私のお腹で眠っていた小さい赤ちゃんまで夫の疑惑の的になったりして。 誰一人離婚などとあらわに言い出したお方もいなかったのにいつの間にやら周囲が白々しくなっていって私は付き添いのお関さんと一緒に里のお母様のところに帰ってそれから赤ちゃんが死んで生まれて私は病気になって寝込んでもう山木との間はそれっきりになってしまったのだ直じは私が離婚になったということに何か責任みたいなものを感じたのか僕は死ぬよ と言っってててわわ声を上げて顔が腐ってしまうくらいいに泣いた私は弟に薬屋の借りがいくらになっているのか尋ねてみたらそれは恐ろしいほどの金額であったしかもそれは弟が実際の金額を言えなくて嘘をついていたのが後で分かった後で判明した実際の総額はその時に弟が私に教えた金額の約3倍近くあったのである 私、上原さんに会ったわ。いいお方ね。これから上原さんと一緒にお酒を飲んで遊んだらどうお酒ってとても安いものじゃないの。お酒のお金くらいだったら私いつでもあなたにあげるわ。薬屋の払いのことも心配しないでどうにかなるわよ。私が上原さんと会ってそして上原さんをいいお方だと言ったのが弟をなんだかひどく喜ばせたようで。 弟はその夜私からお金をもらって早速上原さんのところに遊びに行った中毒はそれこそ精神の病気なのかもしれない私が上原さんを褒めてそして弟から上原さんの著書を借りて読んで「えらいお方ねえ」などと言うと弟は「姉さんなんかには分かるもんか」と言ってそれでもとても嬉しそうに「じゃあこれを読んでごらん」と また別の上原さんの著書を私に読ませそのうちに私も上原さんの小説を本気に読むようになって二人であれこれ上原さんの噂などして弟は毎晩のように上原さんのところに大張りで遊びに行きだんだん上原さんのご計画通りにアルコールの方へ転換していったようであった薬屋の支払いについて私がお母様にこっそり相談したら お母様は片手でお顔を覆いなさってしばらくじっとしていらっしゃったがやがてお顔を上げて寂しそうにお笑いになり「考えたってしようがないわね何年かかるかわからないけど毎月少しずつでも返していきましょうよ」とおっしゃったあれからもう6年になる夕顔「ああ弟も苦しいのだろう」 しかも道が塞がって何をどうすればいいのかいまだに何も分かっていないのだろうただ毎日死ぬ気でお酒を飲んでいるのだろういっそ思い切って本職の不良になってしまったらどうだろうそうすると弟もかえって楽になるのではあるまいか不良でない人間があるだろうかとあのノートブックに書かれていたけれどもそう言われてみると私だって不良おじさまも不良 お母様だって不良みたいに思われてくる。不良とは優しさのことではないかしら。